いいことある、ある、いいことある、ある。いいことある、ある、いいことあるよ。いいことある、ある、いいことある、ある、いいことあるよ。今日は僕の誕生日。父さん、母さん、ありがとう。はいさい。はいさい。おー、はい。絶好調の白馬。はい。ルーソーが、何してる？草むしりしてます。草むしり好きだよね。はい。なんで草むしりするの？草むしりすると畑がきれいになるし、まずは畑きれいな、はい、で草に栄養を持ってかれて作物育たなくなっちゃうから、はい、それを防ぐために草むしりします。ああ、普通は一番嫌がる草むしりだけどね、うん、まず見た目がきれいになる、うん、そしてバナナに栄養がよく行き渡るように取られないように、はい。で見てください、この皮ちょっと引っ張ってみて、はい、白馬こうやってやったら引っ張ってください、はい、脱皮してくれます。まるで白馬みたい。また畑始めて1ヶ月2ヶ月2ヶ月経ったかな、うん、学校休みの学校休みの時しか来れないしね、え学校行事がある時は夜明けとともに、昨日は自転車で来た ねこんな高校生見たことない。でこれ草むしりした後は何どうしてんの？草むしりした後は、うん、そう、積み上げて、積み上げて、はい、もう一回、これから自然農法ですね、まさしく、はい、草を積み上げて、積み上げて、この草を一旦置いといて、うん、置いといて、緑肥にして、はい、敷草にしたりして、敷草にしたり緑肥にしたり、はい、うん、でこうやってどれだけ草刈りしたかがまた目に見える、うん、達成感とか充実感あるよね。めっちゃありますよね。楽しいです。はい。で、人が嫌がる草むしりなんで好きって言ったら、さっきなんか言ってたね、うん、草むしりしてると、うん、なんか無心になれて、うん、嫌なことも全部忘れられる。嫌なことも全部忘れ、嫌なこともあるんだやっぱり。あるか。よし、今度白馬が酒が飲める年齢になったらゆっくり聞きたいと思います。高専高校1年生、はい、学部は何だっけ？はメディア情報工学科です。はい、メディア情報工学科、IT も AI もプログラム言語もこれから勉強して、はい、はい、畑も今、AI でデザインし始めてるから、うん、その前にイマジネーションは、コミュニケーションはイマジネーションでね、いろんな今、耕運機も耕し始めて、これから草むしりをして、バナナが全部脱皮を、し始めました。白馬くんに、いつでも再起動を脱皮するようにって教えてるような気がします。また野菜、また野菜、はい、あ、三種も上手です。今度投資のやろうね、うん、OK、 はいはい。